東京競馬、11レース、NHK マイルカップ、1600です。能力偏差値ですが、B ランク3等、C ランク5等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠10番大盤振る舞いです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前走に黄色線を上回っています。 能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 6 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、ピンク色の着順が1着で、紫の丸が1600。3層前は、ピンク色の着順が1着で、紫の丸が1400。1600は適距離です。 展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が3頭います先行タイプが8頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位は、 オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は7番手からの競馬です3走前は4番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は62で11位です上がり指数は59で10位です先行力は評価できません前目につけられないリスクがあります展開面は 若干のマイナス評価をした方がいいですババ状態を見ていきますババ状態はグレーの丸で表されますババが渋ると指数を上げています明日もババが渋ればプラス評価していいですレース間隔を見ていきます横軸1目盛りが2週間の1回催を表します今回は17週間の休み明けからの叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できます レース感覚はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。一枠2番、モリアーナです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2層前は紫の丸が1600 1600は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は59で13位です上がり指数は61で7位です平凡な上がり指数でさせないリスクも若干ありますハイペースも味方しそうで 展開面は、若干のプラス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地東京での出走です。東京では、他の開催場と比べて、高指数をマークしています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。2枠4番、正門です。能力偏差値は3位で、 偏差値ランクは B ランクとなります金五層では前層に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1600 1600は敵距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は二番手からの競馬です 後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は80で4位です。上がり指数は58で12位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。ババ状態を見ていきます。ババが渋ると指数を上げています。明日もババが渋ればプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています4枠8番セッションです能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では前層に黄色線を上回っています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです指数の青線の傾向を見ていきます指数の青線が右肩上がりで成長中です さらなる成長による上積みが見込めます。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は、紫の丸が1600。1600は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は74で6位です。 上がり指数は65で5位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。2枠3番、ウンブライルです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。 能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前は、紫の丸が1600、1600は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前はく番手からの競馬です。中段より後ろめからの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は45で15位です上がり指数は60で8位です上がり指数は評価できませんさせないリスクがありますハイペースも味方しそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです馬体重を見ていきます馬体重は黒色の折れ線馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています明日も馬体が増えていればプラス評価していいです 過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った10番の対戦成績は4番に対し1勝0敗8番に対し1勝0敗と勝ち越しています10番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った2番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定黒三角を打った4番の対戦成績は10番に対し0勝1敗 8番に対し、0勝1敗と負け越しています。4番の対戦成績には、リスクがあります。暫定白三角を打った8番の対戦成績は、4番に対し、1勝0敗と勝ち越しています。8番の対戦成績は、高評価できます。暫定×を打った3番の対戦成績は、2番に対し、1勝2敗と負け越しています。3番の対戦成績には、リスクがあります。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、2番、モリアーナです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と、展開と、上適性を高評価しました。対抗丸を打ったのは、10番、オーバンブルマイです。能力偏差値は、トップの B ランクです。展開にリスクはありますが、距離と、レース間隔と、 対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは8番セッションです。能力偏差値は4位の C ランクです。展開にリスクはありますが距離と対戦成績と調子を高評価しました。白三角を打ったのは15番カルロベローチェです。能力偏差値は7位の C ランクです。距離とレース感覚を高評価しました。罰を打ったのは 4番「消門です。能力偏差値は3位の B ランクです。展開と対戦成績にリスクはありますが、距離とレース間隔を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、 ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。